石破内閣で外務大臣に就任した岩屋武志議員は政治資金パーティーで外国人がパーティー券を購入することに賛成のようです。賛成どころかむしろ積極的に外国人に買ってもらうことがいいと発言したようです。自民党の青山茂春議員が自身の YouTube チャンネルで暴露しました。政治刷新本部で青山議員が外国人のパー券購入禁止を訴えた際岩屋議員がむしろ外国人にパー券を積極的に買ってもらった方がいい。 その方が開かれたと、日本になると反論したというのです。これにネットでは、パーケン購入は、献金と同じ、外国人の思想を国政に反映させる危険性があります。完全な売国度、自分が何を言っているのか、わかってないのかも、多分公の場でも平気で言いそう。スパイ防止法が制定されないわけだ。などの意見がありました。今年の3月に自民党の有村春子議員が、国会で岸田首相に訴えています。産経新聞の記事です。 自民党の有村春子参院議員は6日の参院予算委員会で岸田文雄首相に対し外国人による政治献金が禁じられる一方政治資金パーティー券の購入は認められている現状について事実上どちらも政治活動への経済的支援に変わりはない外国人によるパーティー券の購入を正していかなければ日本の政治が外国勢力から支配や干渉を受ける制度的な脆弱性を持ち続けると述べ法改正を訴えたとありますこれに岸田首相は 問題意識は共有する。自民党として何ができるかを考えたいと述べたということです。この後に政治資金規制法が改正されましたが、外国人のパー券購入については禁止にせず成立しました。問題意識の共有など本当にあったのでしょうかそれどころか自民党内には積極的に外国人にパーティー券を売るべきという考えの議員がいたというわけです。有村議員は 特定の外国の人が日本の政治家からパーティー券を買い続け、賛成権がないにも関わらず、少なからず経済的支援を続けているとすれば、相当の動機があるはずだと述べています。外国の勢力が日本の政治家に資金を提供する目的など、考えるまでもありません。それが、日本人にとって、いいわけがありません。あまりにも衝撃的で、青山議員の話が、嘘であってほしいとすら思います。しかしながら、石場内閣ですし、他の大臣たちの顔ぶれから想像すると、そうなんだろうなと、 感じてしまいます。岩屋議員が防衛大臣だった頃の話ですが、韓国軍が自衛隊機に対してレーダー照射をした事件の時に韓国の国防省と笑顔で握手したことを批判されていました。このような国会議員が外国人のパーティー券購入に対して積極的に買ってもらうことがいいなどと発言しているのは恐ろしい話です。石場議員を総裁に押した自民党議員は同じような考えなのかと思ってしまいます。 自民党議員はかなりの人数が外国勢力の影響下にあるのではないかと非常に不安になります。皆さんの意見をコメント欄で教えてください。